SYK と書いて、サイといいます。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは、映画の最新情報、復習、考察、小ネタ、感想を中心に扱っています。今回は、MCU フェーズ4で初登場した新単語78個を解説していきます。この動画は、MCU フェーズ4作品のネタバレを含むためご注意ください。また他のマーベル関連動画もぜひ見てみてください。それでは早速行きましょう。まず最初は、ウエストビュー。ニュージャージー州にある小さな町で、エンドゲームの3週間後、ワンダの暴走により現実を変えられ、住民たちは洗脳され、町全体がワンダを中心としたシットコムの一部と化してしまいました。次はソード。通称、地殻兵器観察対応局であるソードは、モニカ・ランボーによって設立され、地球外や超次元の脅威から地球を守ることを目的としたアメリカ政府の情報機関。ウエストビューの異変に気づき、捜査に当たります。次は白目作戦。ワカンダでサノスに殺されたビジョンの遺体を回収し、戦闘用シンセゾイドとして新たにビジョンを作り出そうとしたソードの計画。これによりホワイトビジョンが誕生しました。次はダークホールド。アガサ・ハクネスが所持していた闇の書物。禁断の書とも呼ばれており、アガサ曰く、スカーレット・ウィッチはソーサラー・スプリームをも上回ると記されていると言います。ワンダはこのダークホールドを使い、トミーとビリーを取り戻そうとしました。次はヘックス。ワンダがビジョンをなくした悲しみにより暴走し作り上げたエネルギーフィールド。このフィールドに入った者は記憶を失い姿を変えられ、ワンダやビジョンを中心としたシットコムの一部と化してしまいます。次はカオスマジック。非常に強力な魔術で無から有を想像することができます。ワンダはこの能力でビジョンや双子の息子トミーとビリーを想像しました。次は LAF。ブリップ後の世界の混沌を利用して利益を得ようとするジョルジュ・バトロック率いる犯罪組織です。次はフラッグスマッシャーズ。ブリップにより発生した難民のために物資強奪などを行い、世界をブリップ前の国境なき世界に戻そうとするカーリー・モーゲンスを率いるスーパーソルジャーで構成されるテロリスト集団です。次は GRC。 正式名称世界最低重評議会。ブリップにより世界に戻った人々を社会復帰させるなどのサポートを目的とする国際機関。復帰、復興、復元というスローガンを掲げています。次はパワーブローカー。マドリプールの裏社会を牛耳っている謎の人物であり、その正体はシビル王キャプテンアメリカにてスティーブらに手を貸し逃亡生活を余儀なくされていたシャロン・カーターでした。次はマドリプール。東南アジアの海上に位置する都市国家であり、富裕層の住むハイタウンと貧困層の住むロータウンに分かれています。マドリプールでは身柄の引き渡しがないため、犯罪者たちの安住の地となっています。次は新生時間軸。大昔の多元宇宙戦争により、あらゆるものが破壊されそうになった時、タイムキーパーによって多元宇宙を統一したとされる時間軸。実際はあり続けるものが、あらゆる要素を武器として利用し、戦争を終わらせ、時間軸を切り離し、時間の流れを管理したものです。次は分岐イベント。新生時間軸から枝分かれし、分岐していく現象。次は変異体。新生時間軸からそれ、分岐イベントを発生させる存在です。次は TVA。あり続けるものによって創設された組織、新生時間軸を監視し、時間軸の分岐を防ぐことを目的としています。次はタイムキーパー。多元宇宙戦争を終わらせ、多元宇宙を一つに統一し、新生時間軸を定め、TVA を設立した、すべてを知る存在とされていましたが、実際はあり続けるものが表向きの支配者として作り上げた3体のアンドロイドでした。次は選定。新生時間軸を恐れ、分岐イベントを引き起こす変異体を刈り取り、虚無へと送ることです。次はリセットチャージ。TVA が分岐した時間軸を刈り取る際に使用する小型デバイスです。次は虚無。TVA によって選定されたものが送られる時間の終わりに位置する空間で、時間の終わりであるがゆえに年を取ることがありません。次はアライオス。虚無の守護者であり、時を超えた存在。TVA が虚無に送った変異体を捕食しています。次はシタデル。新生時間軸を監視する、あり続けるものの拠点です。次はマルチバース。平行世界や多次元宇宙のことで、この世界、この宇宙は複数存在し、積み重なっているということです。次はレッドルーム。当初は少女を誘拐などして集め、ウィドウズと呼ばれるスパイや暗殺者に仕立て上げるソ連の秘密組織でしたが、2000年代にはドレイコフが私益のためにコントロールする組織へと移行しました。次はレッドダスト。ドレイコフの洗脳からウィドウズを解放するための赤い霧状のガスです。
次はフェロモンロック。ドレイコフがウィドウズに施した対策で、ドレイコフの匂いを嗅いだウィドウズは直接危害を加えることができなくなります。次は組織のテンリングス。中世にシャンチーの父ウェンウーにより創設された犯罪組織、ウェンウーの持つテンリングスがシンボルとして掲げられています。シャンチー・テンリングスの伝説のポストクレジットシーンにて、シャンチーの妹シャーリンが組織を引き継いでいました。次はアイテムとしてのテンリングス。今のところ起源が不明な古代の10個の腕は、使用者は強力な力と不老長寿を手にします。ウェンウーが所有していましたが、死の間際シャンチーに引き継がれました。次はターロー。絶えず変化する竹林の迷路に守られた人間世界とは別次元に存在する神秘的な世界、シャンチーの母インリーの故郷です。次はゴールデンダガーズクラブ。シャンチーの妹シャーリンが経営するマカオにあるナイトクラブで、目玉は掛け試合で超人など様々な強者が試合を繰り広げています。次はダークゲート。ターローにあるグレートプロテクターの鱗でできた門で闇の魔物が封じ込められています。次はドエラーインダークネス。魂を食らう魔物でソウルイーターの親玉であり、魂を食らうほど力を増します。ウェンウーに幻聴を聞かせダークゲートを破壊させようとしました。次はソウルイーター。他の生物から魂を吸い取り、ドエラインダークネスに与える役割を持ちます。通常の武器では撃退はできません。次はグレートプロテクター。数千年前にターローを闇の魔物から守った竜で、住人になり知恵や自らの鱗を与えた守護者です。次はアイアンギャング。テンリングスと争っていた犯罪組織であり、シャンチーの母インリーを殺害しました。次はエターナルズ。セレスティアルズによって作られた不老不死に近い人工生命体で、ディビアンツから人類を守りつつ文明を進歩させる手助けをしていましたが、真の目的は人類の生命エネルギーを利用し新たなセレスティアルズを出現させるためでした。次はディビアンツ。もともとは莫大な生命エネルギーを生み出すために知的生命体の天敵を捕食するよう設計されていましたが、欠陥により知的生命体を捕食するようになります。それに対処するためエターナルズが作られました。次はオリンピア。エターナルズの故郷であるとアリシムによりプログラムされた架空の惑星です。次はワールドフォージ。世界の火事場でありエターナルズやディビアンツが作られた場所です。次はドーモ。セレスティアルズによって作られたエターナルズが使用する三角形型の宇宙船です。次はユニマインド。エターナルズ同士がつながり、一人にエネルギーを集中させ最強の存在を生み出す技です。次はエマージェンス。セレスティアルズが誕生すると同時に、そのセレスティアルズが存在する惑星が破壊される宇宙規模の現象です。次はエボニーブレイド。持ち主にブラックナイトの力を与える剣。アーサー王の時代に魔法使いマーリンにより作られたもので、どんな魔法も跳ね返しあらゆるものを断ち切ることができますが、血を流すたびに血を求め持ち主の精神を蝕むとされています。次はトラックスーツマフィア。キングピンことウィルソン・フィスクが統括するニューヨークの犯罪組織。次は NYC ラーパース。ニューヨークを拠点とするライブアクションロールプレイヤーのグループで、プレイヤーたちは対立する2つのチームに編成され、互いに戦いながらミッションをこなしていきます。次はデイリービューグル。ニューヨークに本社を置くウェブニュースおよび新聞メディア。番組司会者の JJJ はミステリーを偉大なヒーローと崇め、逆にスパイダーマンを社会の脅威とみなしています。次はダメージコントロール局。正式名称アメリカ合衆国損害管理局は、当初シールドの子会社として戦闘後に発生した個人による被害の後始末を専門に行っていました。しかし2012年にアメリカ合衆国政府の行政府となり、スターク・インダストリーズとの共同事業でエイリアン技術の収集を任務とすることに。またその後は危険なエイリアンの人工物を押収するとともに、強化人間の拘束を任務としています。次はマッキナディ・カダバス。呪文を封じ込め、ボタンを押すことで解き放つことができる力を持っている古代の異物。劇中ではグリーンゴブリンによって破壊されました。次はフィースト。フードエマージェンシーエイドシェルター&トレーニングの頭文字を取ってフィーストと呼ばれるアメリカの非営利慈善団体。原作では後にスパイダーマンの敵となるミスターネガティブことマーティン・リーが運営しており、彼の正体がバレた後はメイ・パーカーが運営を再開しました。次はファブリケーター。強力なアイテムやスーツ、武器などを製造するためにスターク・インダストリーズが作り出した機械。
ほとんどあらゆるものを構築できる設計能力を備えています。次は新ビオート。多元宇宙に存在する地球外生命体であり、あらゆる知覚を持つ種族と結合することが可能。呪文の失敗でアース616に来たベノムがその一部を残し元の次元へ帰っていきました。次はエアネド。エジプトやワカンダなどで神として崇拝されている強力で神秘的な存在のことを指します。次はアメミット。悪事を働く前に裁き罰することで有名であり、アーサーハローが崇拝していた神。これまで他の神々により幽閉されていましたが、アーサーハローによって解放されました。次はスカラベ。これは古代エジプトの羅針盤であり、アメミットがいる方角を指し示します。次はタウエレト。女性と子供の女神であり、死後の世界を管理する義務を負っています。次はギャップジャンクション。ここは伝説の書ビシャンティの書がある宇宙空間の裂け目です。次はビシャンティの書。魔術師が使用することができる知識と力を秘めた古代の書であり、ダークホールドとは正反対の書物です。次はリボンクリーチャー。スカーレットウィッチがアメリカチャベスの能力を利用するために彼女を捕らえようとして召喚した存在です。次はガルガントス。これもリボンクリーチャーと同じく、スカーレットウィッチがアメリカチャベスの能力を利用するために彼女を捕らえようとして召喚した存在。ストレンジが魔法をかけるまでは透明化していました。次はイルミナティ。アース838において2017年のウルトロン計画の成功に伴い、ストレンジがプロフェッサー X と共に地球を守るために設立したチームです。サノスとの戦いの後、ストレンジは処刑され、代わりにモルドが加入しました。次はインカージョン。長時間の多次元移動により一つもしくは複数の宇宙が完全に破壊される可能性がある現象。アース838のストレンジはインカージョンを発生させたことで誤って別の宇宙を破壊してしまいました。次はドリームウォーク。ダークホールドの呪文の一種で多元宇宙の別の自分に憑依することを可能にします。次はワンダゴアさん。闇の魔法と魔術に囲まれた山であり、その頂にはダークホールドの文章が最初に転写されたダークホールド城があります。次はレッドダガーズ。パキスタンを超自然的な脅威から守ることを任務とする組織であり、何世紀にもわたりその中の一人がレッドダガーのマウントを持つことが許され、現在のレッドダガーはカリームです。次はヌールニベンション。ここは多元宇宙に存在する光の次元であり、ナジマら5人がもともと住んでいた場所です。次はクランデスティン。地球に追放されたヌールディメンションのグループです。次は突然変異。遺伝子の変異により超人的な能力や身体的特徴を持つ現象。現在カマラカーンとネイモアがそれにあたります。次はオールブラックザネクロソード。当初はダークシャドウロードがこの剣を使用していましたが、ラプによって殺されたことでゴアがこの剣を使用することになりました。次はシャドウモンスターズ。オールブラックザネクロソードの使用者が呼び出すことができるクリーチャーであり、彼らは影を生み出し移動することが可能です。次はオムニポテンスシティ。ここは主要な神々が住み、オリンポスの王ゼウスが統括する浮遊都市です。次はサンダーボルト。オリンポスの王ゼウスが使用していた稲妻型の武器であり、電気を発生させたり飛行テレポーテーションが可能です。次は影の国。無限の闇が広がる銀河系に存在する領域であり、アスガルドの子供たちがゴアによって捕らえられていた場所です。次はトコシエの門。宇宙の中心に位置するトコシエの領域に通ずる場所であり、その門を開くにはビフレストの力が必要。また両サイドにはいくつかの彫像があり、その中にはガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス・ホワット・イフに登場したウォッチャー。原作で神秘的な力の不均衡から多元宇宙を守る巨大で強力な人型の宇宙的存在であり、ドクター・ストレンジ・マルチバース・マットリスにもわずかながらに映ったリビング・トリビューナル。そして原作でサノスの愛人であるデスが確認できました。次はバルハラ。アスカルド人が死後に行くことができる楽園であり、命を落としたヘイムダルやジェーン・フォスターがいる場所です。次はインテリジェンシア。これはシーハルクに執着し、ハルクの力を手に入れようとする億万長者トッド・フェルプスが設立したオンライン犯罪組織。ちなみに原作では天才的な犯罪者同士の情報交換のために結成されたグループであり、このチームを結成したのはリーダーことサミュエル・スタンズです。次はアボマステ。
これはアボミネーションことエミル・ブロンスキーが設立した自己治癒力のサポートグループです。次はケビン。ナレッジエンハンスドビジュアルインターコネクティビティネクサスの略であり、エピソード最終話に登場したマーベルスタジオの人工知能。皆さんご存知の通り、これは実際のマーベルスタジオの社長ケビン・ファイギの名前に由来しています。次はタロカン。数千年前、宇宙から飛来したビブラニウム隕石が大西洋に墜落。その結果、それは植物にも影響を与え、1571年当時、天然痘により危機を迎えていたとある部族は、これを食べたことで、意図せず青い肌とエラを手に入れ、海底での生活を余儀なくされてしまい、そこにタロカン王国を作りました。次はミッドナイトエンジェル。シュリが作成したスーツであり、劇中ではオコエとアネカがこれを装着して戦っていました。はい、いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんが今後期待するフェーズ5作品もコメントで教えてください。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。